ベル小池、挑戦者鈴木千尋。65.95 キロ、13戦10勝3敗、東京都三鷹市出身、現ノックアウトブラックスーパーライト級チャンピオン、天下無双の稲妻ボーイ鈴木千尋。178cm、 66.40 キロ、38戦31勝6敗1分け、ブラジルサンパウロ出身、静岡県磐田市在住、第3代 KSW フェザー級チャンピオン、第3代ライジンフェザー級チャンピオン、柔術界の鬼人クレベル小池。このゲームはライジン MMA 各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。なお昨日の計量におきましてクレベル小池選手に 0.40 キロの体重超過があったため、クレベル小池選手にイエローカードが1枚出された状態で試合をスタートします。またこの試合は鈴木千尋選手が勝利した場合のみ公式記録とする条件付きでの試合実施となり、鈴木千尋選手の勝利以外はノーコンテストとなります。ライジン MMA 公式ルール第41条第1項第3号に基づき、クレベル小池選手のタイトルは剥奪となり、鈴木千尋選手が勝利した場合は鈴木千尋選手が新チャンピオンとして認定されます。なおこの試合の勝者にはインクルーク株式会社様、株式会社トリオ様、株式会社森山設備様、株式会社お住まいファシリティーズ様、エンジェルジャパン株式会社様より勝利者賞が贈られます。Cadê a tutelada? Cadê 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 a tutel
We'll be right back.
皆さん、ご回答でよろしくお願いします。みんな今日一番の最初ですいませんでした。ごめんなさい、昨日階級できなかったで、すいませんでした。前じゃない、まだ私チャンプだよ、見逃されてない。1個ポイントで最初で、鈴木千尋でもう自分階級オーバーで、でも大会でありがとうございました。あとで昨日が私すごい頑張ってる、まあできなかった、すいませんでした。でも昨日初めてそれがの気持ち、自分の恥ずかしいです。なんで階級できなかったで、私昨日すごい恥ずかしいです。でも昨日泣いてる、寂しい。でも今日が次の日、違うの日でも今日神様自分手伝って、今日私勝てます。でも本当ありがとうございました。次のポイントで昨日が、まあ通訳してお願いします。どこ、ontem eu tive um dia muito difícil, infelizmente eu não consegui bater o peso e eu errei, não tem desculpa, peço desculpa aos fãs, mas hoje foi um novo dia, eu sabia que eu ia ganhar essa luta. Porém, como eu sempre falo, o meu diferencial não está no meu corpo, está dentro do meu coração e na minha mente. E hoje eu provei para vocês que quando a gente quer algo, quando a gente acredita, a gente consegue.昨日計量をオーバーしてしまったことを本当に申し訳なく思っています。自分の心を信じること、自分の心気持ちを強く持つことはとても大事だと思います。自分が何が欲しいのか、一番自分がやりたいことというのを信じてずっと続けることが大事です。 Então, acredite, se for uma doença, se for um dia difícil, acredita que nada é ruim que dure para sempreI nada é tão bom que dure para sempre. なので皆さんはもう難しいこと、病気や何か困難に立ち向かったときに必ず信じてください。自分の道が開けていくので。榊原さん、いつもライズ自分のチャンスで本当ありがとうございました。一個お願い、自分のすぐたとりマッチでよろしくでお願いします。まあ来月スーパーライズを名古屋10月で大会で、どっちでも相手誰でもいつでも私待ってます。よろしくお願いします。すいませんでした。みんな来て1、2、3、ごめんな、ありがとうございました。今ここから